相当完了空手道二世界の中島です。今回は裏回しについてやってみたいと思います。裏回しです。裏回しは他の動画で抱え足なので少し出てきましたが、しっかりやってなかったのでやってみたいと思います。抱えてこのまま内側から受けるような形になります。もう一度いきます。このような動作になります。正面から蹴ってみたいと思います。裏回しの特徴として、普通蹴りだとブロックされますが、ブロックしているのに膝の回り具合でかいくぐるような形で決められるという利点があります。相手に立ってもらってやりたいと思います。だいたい顔から20センチぐらい手を離しておきます。少し斜め前ぐらいにします。ここから裏回しを蹴ってみたいと思います。ここから回す感じです。ここからしっかり返します。返します。注意する点を言いたいと思います。足を上げただけでポイントにしていたところがありました。これでは蹴っていないということで、しっかり足を返す動作がないと一本ではない、取ってはいけないという審判講習会などで言われております。なのでしっかり膝から先をしっかり返して蹴るようにしてください。行いたいと思います。ただ足を上げただけだとポイントになりません。ここからしっかり巻いていきます。裏回しは攻める裏回し、守りの裏回し、一本取るにすごく有効な技になってきております。しっかり練習をしてできるようになってください。